10月31日の夜から11月1日の朝にかけて、いつも通りその、iPad のね、Apple Store 新世橋の前のね、行列取材してきた模様の映像を挟んでいって、ちょっとお話をさせていただこうと思うんですが、実に1年ぶりだった、1年ぶりぐらいなんですよね。去年の秋、iPhone5 発売行列取材、ストア新世橋前行って、そこからラッキーバックの時ちょろっとだけ寄ったけど、名古屋行っちゃったんで、ですから、まあ、久々の大阪だったんですけど、はい。ちょっと、いつもとは違うアップルストア心斎橋だったんで、その模様からね、ご覧ください。とにかく、いつものアップルストア前ではないですね、この騒ぎ方。ハロウィンだったんで、もう仮装してる人で溢れかえてるんですね。iPad で中継みたいなやってる方がいますよ。すごかったですね、ほら。iPad でやってはるんですか。そうですね。あ、そうですか。はい。これは今は、はい、これはツイキャスで、iPad Air の発売を行列毎回取材してるので、はいはいはい。あ、そう。そうなります。あ、そうなりますね。今のちょっとお気持ちを、はいはい、140文字以内ね。ハロウィン来たーですか。なるほどね。なるほどね。なるほどですね。通りがかりのお二人に取材されましたので、はい、アップルストア前一回行列並んでみたいとは。まあ、並んでまでちょっと買ったことはないかな。まあ、でもよくあるやんか、ニュースなんか見とってな。うん、第1号はこの人ですみたいな。はい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 。1週間また買えると、はい、1週間また買えるから、まあまあまあ、みんなでもやっぱり欲しいねんな、うん、先取りしたいねんな、やっぱり。そうそう、Google でまたワンボタンで探してください。そしたら見つかるんで、これ日曜の11時にまた配信出ます。また YouTube にも出ますけどね、よかったらまた見てください。わかりました、はい、よろしくお願いします。はい、またお友達に広めてください。はい、お兄さん、桃色クローバー Z ってことで。知ってますよ。ユーストリームでこの間賞を取りましたね。はいはいはい、あの時1位だったでしょ。はい、私6位でした。はい、あの時に、だから会場に呼ばれてたんですけど、仕事でどうしても六本木、渋谷の方ですか、あれ行けなくて、はいはいはい、大阪で仕事してたんですけど。ももクロさんとも肩を並べるかもしれない。かもしれなかった。いや、これはすごいですよ。ファンですか。ファンです。おー、はい、ね、はいはい、またよろしくお願いします。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、というふうにですね、非常にノリのいい人と、最初から出会いまして、ちょっとお話を伺ってました。はい、あれ、あのお二人ね、最初 iPad mini でなんか中継みたいなのやってたんですね。はいはい、でだから私みたいにツイキャスとかでやってんかなと思ったら、中継じゃなくて単なる録画を撮ってるだけだったんですよ。ああ、そうなんですか。で、マイクじゃなくてアイスクリームだったんですよね、あれね。手に持ってんの。なんやそれ。で、じゃあ中継してるようなふりをしてるふりをしてるだけなんです。で、あれ何やってたんですかって言ったら、友達の結婚式祝いに、結婚おめでとうメッセージを撮るのに、なんか面白いの撮れないかな思ってやったんがあれやったんですって。アップルストア前行ったら結構みんな人いっぱい騒いでるし、あそこで撮ったら面白い絵が撮れるんちゃうか言うて撮ってたと。はい、光千葉さん、このお二人見てくれてますかねと。どうですかね。一応うちの番組の宣伝もねしといたんですけど、はい、まあでもあれぐらいのノリの人がね結構大阪はいらっしゃいますので、インフィニーさんはねさすが大阪南と突っ込んでいただいてますけど、はい、まあそんな風に、あれの時点、今の時点でね、まだ夜の12時回る前だったんですけどもね、はい、ところが夜の12時過ぎてから、その普通はもう終電もなくなるとアップルストア心斎橋前ってもう閑散とした感じになるんですよ。はいはいはい、飲みに行った帰りの人が電車なくなってタクシー捕まえるのに夜勤になってるとか、そういう光景しか見れなくなるんですね、はい、あの辺り。ところが今回は違ったんです。夜の1時にもなってずっとこんな状況です。これが2時3時まで続きます。ひたすら騒いでたわけですね。そうですね、もうカメラもずっと固定で撮ってましたけど、はい、まあなんですかね、もう
仮想行列っていうことで少し匿名性が上がるんですね、皆さんね。だからちょっとやっぱり跳ね伸ばすっていうんですかね。アップルスターの前ってあのスポット当たってるから あそこだけ角が明るいんですよ、他の、だからあそこでみんな記念撮影撮りたがるんですよ。なるほど、うん、あのあこんな格好してる人いる、何あのちょっとどこの誰か知らないですけど私たちと一緒に写真撮ってくれませんかとか言ってね、グループ同士が出会ってでこう一緒に記念撮影するとか、もうずっとそんな状況続いてました、はい、だから我々もねいつもだったら退屈やなとかいつも思ってたもんですけど、今回は寝れないですよ、とにかくうるさくて。ね、でもう周りは騒いでくるし、当然もう向こうはどんどん絡んできますしね、先のお兄さんみたいな、はいはい、これ何の行列なんとか、何なん iPhone6 とか勝手に型番変えてくるし、でそんなノリの人たちがたくさんいました。はい、ですので、まあ、あのリスナーさんも、ね、当然いらっしゃいましたので、ちょっとインタビューも、ね、しました。はい、0時40分頃です。アップルストア心斎橋前に来てます。今回の iPad Air 発売の行列の先頭に並んでいる、この方や、はい、お久しぶりです。どうもお久しぶりです。はい、秋田さん、はい、ね、はい、もう何買うかモデル決めてるんですか。主流の分と含めて、はい、16ギガをあの黒と白を買って、はい、でどっち原因にするっていう風にしようかなと思ってるんですけど、はい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 、僕は16、まあ、白の方が毎回並んでます。毎回並んでますよね。 iPad 2の時から数えて、はい、7回目そうですね、はいはい、今回あのいつものたけしさんは行列にはいらっしゃらないですね。そうですね、お仕事でちょっと忙しくてね、はい、ロバート軍曹さん、あ、こんにちは、始めます、はい、今日何番目に並んでますか。2番目ですね。2番目、はい、何時に来られました。6時半ぐらい。6時半、はい、はい、お仕事終わりで来られてるんですよね。そうですね、はい、はい、もう発売、ごめんなさい、購入機種決めてます。とりあえず au の今のミニの、はい、からまあ機種変更で容量128にしてるんです、はい、決めてるんですが、色はまだちょっと決めかねてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、夜0時46分です。関西ウォーカーさんを、はい、手に持っていただきまして、はい、はい、うちのね、あの記事取材されてるのが載ってるので読んでください。はい、お二人何時頃ここ来られました。この終電で来たんで12時半です。12時半、はい、はい、これって何番目、10番目ぐらいですか。20人は行ってないですね、15人ぐらいですかね。はいはいはい、多分もう終電終わりやから頭に行っちゃいますかね。もう機種何か決めてます。僕は iPad Air の、64、こちらは今16、32、64で揺れてる。幅広いな。128じゃない、全部買い、全部買いはないないですか。全部や。あのレティナのミニは考えなかったですか。いや、それも分かんないですね。また今から発売日決まったら並んでしまうかもしれない。僕はね、新幹線とかで映画を見るんで、はいはい、ミニならちょっとちっちゃい。あ、そういうことですね。なんかちょっと軽くなったし、はい、ずっとあの第二世代を頑張って軽いから使ってたんですけど、はい、初めて第二世代より軽くなった iPad Air、はい、待ってました。なるほど、あそこで頑張ってください。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、あの最初に秋田さんはもういつも行列でね先頭いらっしゃる人なんですけど、ロバート軍曹さん前にあのポッドキャストの方でも何度かねコメントを読ませていただいた方です。はいはいはい、はいはい、ね、ロバート軍曹さんね、あの時あのちょっと映像にはないんですけど、結構その通りすがりのお姉さんたちと仲良くなってね、おっちゃん写真撮ってやえて、うん撮ったるでって言ってどういう関係なの、いや知らない今日知り合ってんとか言ってそんなことしてありましたけどもね。はい、タイムラインでトモパルさん、楽天広告目が回るといただいてまして、ユースとかなんかあれですかね、楽天の広告業出てるんですかね。はい、でまあ優勝しましたからあね、はい、あれですね、ワンボタンのメンバーで iPad Air を購入された方はと聞かれてるんですが、はいはい、これはどうしましょうね、ポッドキャストの前で置いときます、それともそうですね、置いときましょうか、置いときましょうか。ポッドキャストの火曜日を聞くとさあ誰が勝ったのかが判明しますよ。ただしさんから、今日ビッグカメラで iPad Air を触ってきました、はい、本当に片手で持てる軽さでした。触ってしまうとミニじゃなくてもいいかなと思ってしまうですか。うん、これね、あの私はいつもほら買ってない方のメンバーでしょ大抵 そうですね、で今回行列あんだけ並んで先頭にまでいろんな人聞いてたのに、お店入らんと帰ってきてしまってお店の iPad Air 触ってないんですよ私。どんくさいですね。はい、
ラッシュさんもね、こんばんはっていただいてます。はい。便利さんから、Mac で見ているユーストサイト、楽天の CM が画面上下でスクロールして目が回って、三半規管やられそうと。あ、その画面の上と下にまたそういうバナーみたいなの出てるんですか、今日。はい。やばいですね、あのポケモンの時みたいに救急車で運ばれる人がいっぱい出たりしたらそんなね危険な放送はできませんけど。ワンボタン